私ただいま大阪市は浪速区にある天王寺動物園に来ております。今日はですねこちらのカメラアダプターですね M42 口径のレンズをマイクロフォーサーズに取り付けるためのこのアダプターですね。でそれにですねスーパータクマ F1.4 50mm レンズっていうのをですね G8 ですねルミックス G8 につけて1日天王寺動物園を撮影していきたいと思います。アダプターこうなっております。スーパータクマ F1.4 の 50mm レンズですね。ちょっとフード撮ってみましょうか。そうでねこれをマイクロフォーサーズに取り付けるために必要なのがこちらのこれ分かる？あ、来ました。これをね、今日はちょっとまあ性能を試すために撮影一日撮影しております。天王寺動物園で撮影していきますんでその様子を皆さんぜひ最後まで、お楽しみください。じゃあ参りましょう。ゾウさん。
というわけでね、ロミックス G8 マイクロフォーサードに M4G アダプターをつけて、こちらのスーパータクマ F1.4 50mm レンズの性能を試してみました。いかがでしたか。この、ね、レンズ F1.4 50mm の割には非常に安価で読み込みやすい内容となっております。まあ、音が聞かないのは当然のこととして、現行のレンズ少しこう変えないという方はですね、でこういうあのアダプターを使って昔のクラシックレンズとかオールドレンズを今のカメラに取り付けて動画や静止画撮影してみるのもいいんじゃないでしょうか。というわけでね、この動画面白かったらいいね、評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画です。それでは皆さん良い一日を過ごして良いクラシックレンズライフを。